さあ台本のない撮影が始まりましたけど、今回これですね、師匠がおすすめするオフセットフック、なぜこれにこだわるんですか師匠。まあ理由は、ね、たくさんある。まあ、理由を語る前に、はい、V をちゃんと分かんないと説明ができない。ああ V、 じゃあちょっとご教授よろしくお願いします。一つの一番大きい理由は、まあ、ワイドゲープ、この広いってこと、ね、太いアームもある程度、太いアームもセットできる。細いアームでしか使えないんじゃ使いにくいから、はい、まあ、ある程度のボリュームのあるアームを使っても大丈夫と。で、太いアームを使った時にこれが目いっぱいになっちゃうと、はい、アームの逃げ場がなくなってフッキングするポイントがなくなるでしょ、はい、うん、このアームの逃げ場を作る、逃げ場がないとフッキングするポイントがなくなっちゃうんで、フッキングしやすいっていう、フッキングしやすい。あ、まあ、針のサイズにしてはまあまあ太いワンも使える、それなりにね、うん、この針先が愛の方にこうしっかり向いてんだよね。この針先がこうまっすぐこの方向に、愛の方向に、はい、で愛の方向に向かってるってことは、愛に糸結んでこの引っ張る力がそのまま針先にダイレクトに来る。本当に太いアーム使う場合は、はい、こういう方がいい、極端に言うとこういう形、そうするとこうなるじゃない、はい、でちょうどアームが隠れて、はい、逃げる幅も出ると。はー、ただこれを引っ張った時にこの針にかかる力っていうのはちょっとずれる。ずれますね、うん。これの用途自体が結局ベートフィネスが多いから、はい、細いアーム使う時が多いから、サタンアームとかね、うん、なんでこっちの方が合うって、まあ、俺の用途からしたらって、はい、スリムスタイルがいいよって言ってるじゃないですか、うん、よく、うん、これはなんでなんですかね。細軸っていうことは刺さりやすいんだね。強さに関しては普通の太さよりかは劣ってしまう部分もあるんですかね、うん、まあ、ところが全くのこう丸い針金をこう曲げただけだと弱いじゃん、細いと、はい、ただ大事なとこはこう平打ちしてあるから伸びにくくなってる、ある程度、うんうんうん、まあ、細いなりのリスクはあるけども、はい、まあ、細さの割には強い、強い、うん、細軸だから、まあ、スピニングタックルでも使いやすいし、はい、スピニングタックルって結局竿先がやっこいから、はい、フッキングするときに、はい、この針先に力が伝わりにくいでしょ、吸収しちゃうからさ、はい、そういうスピニングタックルでも十分使えるぐらいの細さがある。あ、なるほど、うん、あとは細軸だからワームセットしたときに、はい、針が目立たない。やっぱ針を見て擦れちゃう魚も多いんですかね、うん、まあ、そこは分かんないけども、うん、まあ違和感がないじゃん、細い方が。本当に擦れてる時とかは針がドーンと出てるより、はい、多分いいと思うね、うん。結構僕が感じたのはこの、うん、メーカーに関してはこのここの角度が90度に近いというか、うん、そこが非常に重要な。あ、そうなんですか。このベントカーブが緩やかなんで、他のメーカーより、まあ、極端に言うと他のメーカーのやつはこういうのが多いわけ。はあ、はあははあ、うん、ここは9でしょ。ここのカーブが縦に近いじゃない、これ。だからワームセットした時に、はい、ワームがしっかりここで保持されやすい、あ、抜っかりやすい。あ、なるほど。これだと、はい、滑っちゃうの分かるでしょ、つるっと、うん、滑るくせに今度は魚がかかった時に斜めになってから、はい、ずれにくくて抵抗になっちゃうの、これ。あ、ところがこれがまっすぐになってることによってワームも保持しやすいし、はい、
魚が買った時も素直にこうスッとずれてくる。こう食った時にそうそうそうストーンと落ちるんですね、うん、この緩やかなカーブだしっていう部分で腹筋がしやすいわけですね。本当この腹筋使ってて多分気がつくのは、はい、合わせてなくてもかかる時多いでしょ。はい、勝手にもう自動的にオートマチックにかかっちゃいますねこれね、うん、そこはやっぱこの形のせいだと思うね。あとはもう一つはこの塗装の色ね。 NSB、NS ブラック、NSB、目立ちにくい色してるじゃん。キラキラしてないじゃん。光沢がないから、はい、魚に違和感を与えにくい、警戒しにくいって。よく赤色とかあるじゃないですか、うん、針自体が赤くなってる、うん、赤はやっぱその光の波長が短いから、はい、あれも違和感がないんだよ。あ、赤って人間からしたら見やすいけども、見やすいね、魚からすると結構目立たない。謎の色なの。へえ。赤張り禁止とかっていう感じなんかも結構多い、ね、あ、そうなんですか、うん。シルバーで何も塗装してない針はやっぱり分かっちゃいますよね。キラ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 してて。まあ目立つのは目立つ、ね。目立ちますよね、結構ね。その目立つことがはいいのか悪いかっていうのはこれも魚しか分かんないけど。はい。反射で食ってくる可能性もありますもんね。キラ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 してて。そう、そういう効果もあるかもしれない。うん、よーく見てもらうと分かんないけど、バーブ。返しが小さいのがあるんですよ。返し小さくていいのかなと思っちゃうんですけど。うん、でもこれぐらいあれば、そうは抜けないんだよね。返し小さいことによって刺さりやすいんだ。だ刺さりやすさと抜けにくさのちょうどそのいいバランスができてんじゃないかな。うん、結局腹筋後もいいし、まあ、返しが小さいってことはリリースするときも魚のダメージが少ない。うん、あと針のサイズにしては愛の穴が小さいの分かる。あ、確かに小さいですね。まあ、これも結局魚に違和感与えないって意味で。勉強になりました。で、師匠のこのメーカー以外にも、まあ、これいいじゃんっていうおすすめのなんか針ってあるんですか？これがないときは、まあ、同じ用途で使う場合ね、はい、これがないときはあの TNS オフセットで、番手がこれが、そんなにないんで、バリエーションがね、うん、小さいやつで 2番、はい、大きいやつで多分10番ぐらいまでしかない、バリエーションが少ない。それより大きいかそれより小さいのやつになると TNS オフセットだったらバリエーションがある。釣れる要素が満載だな、ね、なんかここの角度もなんか他とちょっと違いますよね。なんか角度そこはそうでもないと思うんだけど。あ、そうなんですか。